これって脈ありですよね。ねえ何飲まれますか。何飲んでいいんですか。信号機ですか。あ、はい、信号機、信号機いいですか。先に前品でもらえますか。ちょっとかなり疑われてます。最後に濃厚接触したのいつですか。男性と。あれ、はい、すごい。フルーツ盛り、べい。頼んでないのに出てきたんですけど、これって詐欺ですよね。これはどういった感じでしょうか。私からのプレゼント。本当ですか。あ、僕出しますよ。いや、いいですよ。本当に。はい。で、僕でもあの普通にフルーツ大好きで。へえ。いいですか。今持ってくると思うんで、花火が消える。遠くからわざわざ来ていただいたので。全然貢献貢献できないから申し訳ないなと思って。めぐみさんは美容関係、うん、脱毛だけタイムもある。なんで美容を始めようと思ったんですか。コロナやばいから、水商売でやっていけないから。だから美容始めたんですか。なんかすごい気合いますね。なんでその思考が。どういうこと。だから僕はもうあの水商売だけじゃやべえと思ったんで、あ、YouTuber になろうと思ったんですよ。ああ、でもなんかめちゃめちゃいいキャバクラだったって聞いたから、やってた方がいいと思う。なんかそう言って言ってくれたらすごいありがたいんですけど、本当にその僕の実力とかじゃ本当全くなくて、そうなの。キャバクラの経験ってほとんどなくて、右も左も分からないまま独立して、たまたま要はいい女の子たちが集まってくれたから行けただけで、別にそのなんて言うんだろう、僕の実力でもないし。だからでももう一回できるじゃん。いや、まあ女の子例えば集めたりとか、例えば女の子教育とか、うん、僕できない。教育ってでも実際女の子がした方がいいと思う。僕らそろそろ食べたら切り上げます。どういうこと。どこ行くんですかこの後。どういうこと。どこ行くんですかこの後。撮影終わったら帰りますよ、うん、僕ら。どこに誘ってます。これって脈ありですよね。うん、普通に家に帰りますよ。家に帰って何するの。いや、確かに家に帰って何するんですか。こんなピカピカさせて。それ濃厚接触したいってことですか、この後。濃厚接触とはって思うんですよ。濃厚接触できます。僕できる。下手だけど。下手なんだ。下手なんだ。何が下手なんだろう。何が下手なんだろう。いや、いろいろ。なんか下手だし自己中なんで自分よがりみたいな。でもそんなみんな自己中。だるいやつだ。だから嘘。でもみんな自己中じゃないですか結構。自分だけ満足できればいいみたいな。最悪じゃん。でもちょっと言うから僕そうやってそうなる前から。俺そうだよみたいな。でも私全然自己中です。まあ勝手に行ってらっしゃいって感じなんで。どういうこと。そのこうおっぴろげみたいな。いや、もうおっぴろげじゃないですけど、もうあみたいな。もうさっきの女じゃないですか。それダメだよ。ちょっとやめてください。さっきの女だからそれ。協力者なんだから。アドリブチャンネルの協力者なんだから。なんで下手って分かったの。僕自分よがりだから、自分がその満足できればいいから、女性をこうなんだ喜ばせてあげようみたいなことしない、だからもしもうリアルな話、女性が湿ってたらもうそのまま僕始めちゃうし、その前振りなしに、ちゃんと言いますよ。はい、湿ってます、来ますみたいな。はい、湿ってます、来ますみたいな。そうじゃなくて、違う俺がこういう人間だみたいな。怒られる。なんでビッグダディの。いや、最後に濃厚接触したのいつですか。3時間前くらい。これって脈ありですよね。ねえ。一緒にガンガンしましょう。どういう意味ですかそれ。どういう意味。ガンガン、これって脈ありですよね。真面目なのにガンガンしますよ、どういうこと。そう、これ、いや、僕とパンパンしようってことですか。ガンガン、パンパンじゃない、ガンガンだ。誘ってますそれ。ガンガン今夜誘ってます。ガンガンケーキ買いに行く。そう、一緒に行きましょう。ケーキ、うん、それどういうことですか。ガンガン記念です。ガンガン記念。ケーキ買いに行こうよ。おつよ。いいの、あつや写真撮ってもらおう。あ、これ YouTube 待ってますけど大丈夫ですか。本当ですか。めちゃくちゃ大丈夫です。写真撮ってあげて。撮ってってこと。はい、すいません。お母さん使うのね。お母さん使うの。私が。いけない。脈ありですか。脈ありです。ありがとうございます。ペイペイしますよ。ペイペイしないで、いや、すいません。いや、本当になんでなんで。ちょっと待って、本当に僕払いますよ。いや、もう本当にちょっとこれ取れないのクソ悔しい。
ねん。いや払いますよ、そんな。え、待って、こっちは、こっちはやってもじゃあ、まあ、やだ、取っといた方がいい。あのこっちは、こっちは、こっちはやってもらってると思ってる。ちょっと今取っといた、払った、払いました。こっちはやってもらってる側だから。いやいやいや、僕はやってもらってる側なんで、こっちは。まさ、いや、いいですよ、本当に。売春、なんか、なんていうんだっけ、こういうの、売春。売春、あ、おかえ、はい、チェックで、はい、これ写してもいいですか。いいですよ。あ、ちょっとお金貸してもらってもいいですか。ちょっと2万貸してください。23,400円いいですか。私も貸しますか。ガチで貸してみて。23,400円。あ、嘘。え、どうする。大丈夫です。あ、大丈夫ですね。領収書ください。